幹線で大阪と愛知、通常の JR で始発で通勤ができる米原というところにすごく興味があり、自然豊かなというところがあって米原がいいなと思って決めました。在来線を使うときにですね、全く乗り換えをしなくていいというところがとても良くて、米原駅から名古屋駅、あとは米原駅から大阪駅まで一回も乗り換えせずに、しかも座って行けるというところで、仕事をしながら行けるというところがとても魅力的で、基本的には座って名古屋と、あとは大阪の方に時々北陸に行くこともありましたので、その時は北陸の方に伸びる線路を使って米原から行ってました。敦賀の方に、はい、東海と関西と北陸圏を仕事上見れるというところですごく利便性を感じてました。会社の大きな会議というか、大体東京でまあ朝10時ぐらいからあるんですけども、米原発の新幹線ですね、朝確か6時台ぐらいの電車だと思うんですけども、乗るとまあ10時ぐらいには東京に着くことができるので、そのあたりも本当にその首都圏に行くことに関しては米原はとてもすごく便利な場所かなと思います。昔から滋賀の米原は交通の要所っていうところを担ってたなっていうところをすごく私自身も今実感してます。滋賀県は本当にいいところだと思います。